こんにちは、うにゃころです。オリジナルイラストのメイキングです。これは下書きですね。下書きの上に、一回清書して、もう一回清書しますね。これが三、下書き、一回清書、もう一回清書、三回目で、最後の清書です。髪の毛ですね。服は塗り分けの仮の色です。目は、これ、自分のプレビュー画面の画質が荒いのか、タイムプラスの画質なのか、わかんなくて、書き出してアップロードしたとき、これより良くなってんのか、わからないけど、今見てる感じだとすごく画質荒いので、ちょっと目をアップにしても何してるか分かりづらかったかもしれないです。黒目をちょっと見えるようにしたくて、他の色薄くしたりしました。目は上に水色かけるのが結構好きで、いつもやってますね。髪は後から色変える前提で最初描いていますね。これは最後に主線なしの髪の最後に主線なしにの髪を描いています。お絵描き配信してるとこれの時にその色の髪の毛足すのってたまにコメントいただきますが、見やすく描くためにこの色でとりあえず描いてるだけで後からこうやって色を変えてます。武器を描いています。武器とかエフェクトとかを描き始めたのって結構最近で、まだいつも手探りみたいな感じです。これもだいぶ迷いながら描いてます。エフェクト側のキャラクターの上からオーバーレイで水色を入れます。入れます。表情差分作ってて、その時に、頭のハイライト入れてないの気づいたんで、入れてます。最後になってしまった。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。